デロング諸島とノボシビルスク諸島。サンニコフ島はおおよそコテリヌイ島、ベネット島及びノバヤシビリ島を結んだ三角形の中のどこかに存在すると考えられていた。サンニコフ島は北極海に存在するとされた幻島の一つである。この島はロシアの19世紀の幾分伝説的な伝承を根拠に20世紀半ばまでは存在すると考えられていたが、 航空機を用いた徹底的な探索でも発見されず、現代ではその存在が完全に否定されている。19世紀初頭ロシア帝国はシベリアの北極海沖合でアジアとヨーロッパの最大航路になり得る北東航路を探すと同時に、自国周辺の島々を他国に発見、領有されることを恐れ、未発見の島々を自国領に編入すべく、 サカに探検隊を派遣していた。そうした探検隊のメンバーであったヤコフ・サンニコフとマトベイゲデンシュトロームは彼らの1809年から1810年のノボシビルスク諸島の地図作成のための探検の途中でこの島を目撃したと主張した。サンニコフはこのコテリヌイ島の北方の新島を1811年に最初に報告した人物であった。サンニコフは過去に ニ島マ発見の実績を持っており、実直な人格者でもあったため、その報告は広く信用された。1886年、ロシア軍のバルトドイツ人探検家である、エドアルト・フォントルは、ノボシビルスク諸島への探検の途中で、ぼんやりとした陸営を観測したことを報告した。1901年、フォントルにより実施された別の探検である、ロシア局地探検において、 ロシアの北極観測船ザーリャは、伝説のサンニコフ島を探して、ラプテフ海を横切る進路を取りていたが、間もなく、ノボシビルスク諸島の流氷に阻まれてしまった。1902年、ザーリャが定着合流に捕まっているにもかかわらず、探検隊は、デロング諸島の向こうにあると考えられた、サンニコフ島の探索を続けようとした。6月5日、本体を船に残して、 フォントルと三人の同僚は、開票場をサンニコフ島の探索に出発した。8月初めに、ベネット島に到着し、しばらく滞在した後、10月26日、ベネット島を出発してのバヤシビリ島を目指して緩るい、評判の上を南に向かった。10月26日までの行動は、ベネット島に残された手記で判明しているが、それ以降の彼らの消息の一切は不明である。 その後何度か試みられた船による徹底的な探索でも結局サンニコフ島は確認することができなかった。航空機による極地観測が実用の域に達していた1944年には、後述するロシア人地理学者オーグルジェフの主導で、旧ソビエト連邦によりサンニコフ島の航空機による徹底的な探索が実行されたが、結局発見されなかった。 ここに至って、サンニコフ島が存在しないということは、不動の事実となった。現代においては、数人の歴史家と地理学者が、サンニコフの他の成果や、その地図上の位置にある浅いサ,サスの存在から判断して、サンニコフ島は、実際に存在したのであるが、他の多数の化石氷や永久凍土でできた島と、同様に、海岸線の侵食により破壊され、 海面下のサスになってしまったという仮説を発表している。この北極海の島の消失プロセスは、ノボシビルスク諸島の東湖で現在でも続いている。他の歴史家と地理学者たちは、サンニコフジマは、ベネット島付近の北極圏で頻繁に発生する、新気楼によるものであるとの仮説を出している。さらに、他の学者グループは、サンニコフジマは、技師の一形態であるとみなしている。 ロシア人の地理学者で SF 作家のウラジミール・オーブルチェフはこの幻島を題材にサンニコフジマという小説を書いた。この小説の中ではサンニコフジマは古代にシベリアの他の部族に大陸を放築されたオンキロンという部族の最後の逃避地となっている。フィクション上のオンキロンは絶滅したと考えられていたがサンニコフジマを探索していた少人数の探検隊が 結局この島に座礁し、そしてキロ論を発見することになる。オーブルチェフはアーサー・コナン・ドイルの失われた世界に触発されているが、描かれた事物や出来事については十分納得できる合理性と可能性を与えている。この島は火山により作られ、火山活動により温められる温暖な地であることが判明する。この島にはネアンデルタール人とマンモスも生息している。 小説では最後にこの島は火山噴火で破壊される。1973年には SF 映画のサンニコフ島が旧ソビエト連邦で公開されている。炎上等は伊藤計画の遺作を書き継いだ死者の帝国においてこの島をフランケンシュタインの怪物のノートが発見された場所とした。ありがとうございます。